ヤングジェネレーションはピーター・イエッツ監督による1979年のアメリカ映画であるインディアナ州ブルーミントンの街。デーブはハイスクールの家庭を終えたばかりだが大学に進む気はあまりない。彼の父親は昔はストーンカッターであったが今は中古車の販売業を営んでいる。デーブの趣味は自転車レースで愛用の自転車を乗り回していた。彼は イタリアのレーシングチャンピオンに憧れ、その影響でイタリアかぶれになっており、ことあるごとに怪しげなイタリア語を口にし、イタリアのクラシック音楽ばかり聴いていた。彼の仲間、マイク、シリル、ムーチャーの3人の父親たちも、デーブの父親と同業のストーンカッター上がりだった。4人組のリーダー格はマイクだったが、彼らは大学に進まないゆえに、カッターと呼ばれ、 大学生たちからは阻害されていた。彼らは昔石切り場だった岩肌を溜まり場としており、自然にできたプールで泳いだり話したりしていた。しかし、この縄張りを嵐に来る者がいた。ロットという大学生と彼の仲間の学生たちだ。デーブは、この中のキャサリンという学生を、ふとしたことから知り、恋心を抱くようになった。ある夜ギターを弾けるシリルを伴って、 キャサリンら女学生たちが寄宿している家の倉下でイタリー語でセレナードを歌ったデーブはキャサリンに強い印象を与えることに成功する。大学生たちが集まる食堂である日キャサリンと席を共にすることになったデーブは彼女に自分はイタリアで生まれた喫水のイタリア人であると嘘をついた。一方、ムーチャーは交際中のガールフレンド、ナンシーと結婚する決意をしていた。やがて、 デーブは父の反対を押し切ってレースに参加するが、あと一歩で優勝というところで、イタリアのチャンピオンの一人に妨害されチェーンを切られたため転落し、レースから脱落する。レースに全てをかけていたデーブはイタリアかぶれだった自分に愛想がつき、それまでのイタリア中心の生活を一変することにした。そして、キャサリンにも自分がイタリア人でないことを告げた。しかし、彼女は、 彼が嘘をついていたことを怒って、波に平手打ちを食わせて立ち去った。悲観したデーブに一番同情し、慰めたのは日頃厳しかった父だった。そして、ブルーミントンで毎年開催されているリトル500バイシクルレースと呼ばれる競輪が行われる日が来た。デーブもマイクラ三人と共に、カッターズというチーム名で参加する。多くのチームが参加する中、 優勢だったカッターズがデーブの負傷で一時は絶望かと思われるが再び奮起したデーブが終幕、大学チームのロッドを追い抜き見事優勝大観衆の前でカッターズの4人はトロフィーを掲げるアメリカ映画協会が選んだ感動の映画ベスト100では8位となった1992年にボリュウッドでジョージータ・タウォーシッキンダーとしてリメイクされたありがとうございます